朝日は眩しいけど変わらぬことが嬉しいのよ。私の名前を呼んで呼んで、信じられないかもしれないけど、あなたのことを覚えてる。他愛もないけど聞いて聞いて、もうだいぶるのが恥ずかしい。えい。ありがとうございます。はい、じゃあ今日のゲスト、太田ひなちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。ひなちゃんの家ですか？そう。おお、綺麗な。本当。ありがとう。そのピアノはもう家に常設した、それで作曲してる感じ。そうです。うん。やったりとかしてて、うん。人とかも。全部これでやってます。なるほど。ね、まあまあまあ、やってるんですかって言って、まあすごい一言みたい言ったけど、僕もね、アレンジとかで携わったりしてるんで。はい、そうです。ね、いつもはね、大体弾き語りで最初はね、曲がスタートして、それをまあ組み立てていくって感じでやってて、うん、今日1曲目にやってもらったのはフィエラ。そうです、フィエラ。うん。フィエラはね、もう割と都会的な感じのアレンジでアルバムはなってるけど、ね、今の弾き語りバージョンで。そうです、そうです。結構ね、印象違いますよね。ね、最初はね、そっちのピアノバージョンで出来上がったんだもんね。そうそう、そうです。ね、それ、その時点では、あんな仕上がりにね、うん、最終的になるとは思わなかった感じだけど。うん、うん。うん。そうですね。うん。フィエラっていう曲は、どんな感じな、あの、歌詞とかは、まあ、割と。そうですね。うん。フィエラは、その、
どうだったっけな、結構その、うん、歌詞の作り方を変える、うん、なんかその、うん、真ん中ぐらい、うん、っていうか結構前はその、うんうん、あんまり響きとか意識せずに、うんうんうん、そのメロディーライン、うんうん、相性が良さそうな言葉を載せたりとか、まあ、割と言いたいことを言ってたりしてたんだけど、ピエラはその息を意識したりとかっていうのをし始めたぐらいに作った曲、うん、おおほほほほ、ちょうどファーストアルバムの後に作った曲だよね。そうです、そうです、なるほどね、作った曲ですね。割とちょっとじゃあ自分の中でもなんかちょっと転機となったような曲なのかな。そうですね、これ結構その模索しててフィエラで、うん、あ、うん、なんかすぐうまくいきそうかもって思った感じかもしれないです、うん、なるほどね、うんうん、ちなみにこのフィエラ、まあ、やったわけだけど、うん、これできたのあれだったよね、あのプラネタリウムでやったファーストアルバムのリリースパーティーの あと前だっけ、できたのは。ね、うん、リリースパーティーはやるちょっと前、うん、アルバム取り終わって、うん、その発売直前ぐらいに私が作った曲かも、うん、あれだっけ、フィエラのシングルをその時に出したっけ。そう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 、そうだよね、なるほど、そっかそっか、じゃあその頃に作った曲なんですね。そう、いやでもあのリリースパーティーがもうアルバム出たのも1年半とか。そうですね、うん、めっちゃ早い、うん、どうでした、なんかこの1年は激動だったんじゃない、割とね。そうですね、そのね、最初は愛すべき僕ら森さんが、はい、リミックスしてくださるっていうのが最初で、うんうんうん、でそれからね、わーっとアレンジやって、なんか2週間ぐらい前みたい、すごい、ああねいやーっていう間だよね、うん、早いですね、ね、愛すべき僕らも最初にやった時はね全然また違う形でなってたけど、そうそう、なんかね、うん、その後はなんだ、渦中とか、渦中、そうです ね、 ねやって、だから最初に作った方は今思うと、あのその後あれとかブルームーンとか、割とだから生主体で最初の方はアレンジもしてたのかもしれないけど、うん、そう、だんだんちょっとその後なんだろうか、わかんないけど、ロマンスとか一回ゼロから作ってみようかって言って、そっからねロマンスとか甘いミルクとか、ああいうのはゼロから作った曲で、うん、3と1にゼロから、ね、あれはちょっと共同で割となんかエレクトリックな感じも入れつつで、そうですね、うん、なんか最後の方に黄昏とか、うん、とか渦中とかやって、なんか生っぽいのがなんかエレクトロっぽいのなんかめっちゃ似たような、うん、そうだよね、いややっぱでもね、うん、最初やった時とかも本当ピアノのね最初は弾き語りだったから、このね路線転換はもちろんめちゃめちゃ批判的な意見もあるだろうなって、それはもうもちろんアレンジしてる身でもわかるし、まああの弾き語りのねライブはひそみねとか別館とかでもやってくれたから見たことあったけど、そっからのまあチェンジっていうのは絶対そういう声あるなとは分かったけど、それでもいいみたいな確認はして、結局ねそれで行こうという感じで、うん、結構変わるからめっちゃドキドキしたけど、そうだよね、でもねなんか変わってないと思うんだけど、根本的なところはそんなに変わってなくて、むしろプラスアルファになってるかなって個人的にはね、そのあくまでなんかアレンジもやってる身だし、ちょっと主観的なあれも入ってんのかもしんないけど、でも全然もともとの太田ひなちゃんのそれはもう変わってないかなって俺は思うんだけどね、どうでしょうね皆さん、ね、私もそんなね、うん、うん、そうだよね、大きく変わったような感じは、そうだよね、まあもちろんその曲の作り方とか変わったけど、うん、うん、そうだよね、もうん、いやでもさなんか、うん、音楽の
聴く音楽とかいろいろやっぱりそれもねいろいろ変化があったかなと思うんだけど、うんうん、なんかどう今最近とかは好きな音楽とかはどんなの最近は気に入ってる、うん、そうだなその音楽の聴き方が変わるきっかけになったのは、うん、セシードのトライシャスラ、ね、ああ俺がそうそうそうおすすめしたこれですこれねそうこれでそれねそんなすごいハマってくれると俺すげえ力を込めておすすめした一枚だと思うおじさんが教えてくれて、うん、聞き始めて、うん、いやもう感動しましたこれがなかったら、うん、なんかあこういう音楽の聴き方あるんだって気づかなかったと思うのでもうそうだよね天気になった。おお、よかった。それは進めた。あの、進めた、その時はなかったね。ちょっとまた変わってたかもしれないと思うと、感慨深いもんもあるし、よかったなって。うん、でも本当名作だよね。なんか、アンビエント、変わって、展開していくアンビエントみたいなね。うんうん、アンビエントって一定なのが多いけど、もう、なんかもう動画のようにというか、映画みたいにずっと、60分ぐらいをかけて変わっていく感じのアンビエント作品っていう感じだよね。うん、あ確かに。でもあの割とだから自由な表現っていう感じだけど、なんか俺同じように結構ひなちゃんの曲もより自由になってったかなって個人的にはね。あ本当ですか。うん。嬉しいです。そっか。なんか今まではよりその例えば A メロ B メロサビとかっていう概念ももう本当に、うん、もう一回ゼロに戻ったような感じで、もう。うん、もう白紙から自由に何やったっていいんだ私はみたいな感じのがここ半年1年ぐらいのね曲とかはあるかなと思ってて確かになんか引き出しはめっちゃ増えました、うん、ねほんとそんな感じやりたいけどこれしかやり方ないなってずっと思ってたけど、うんうんうん、いろいろできるようになったなるほどね、うんうんうん、あとはもうバンドとしてねまあひなちゃんソロ活動とあとはあんりちゃんを入れた僕と3人であるトリオ編成とそこにまあ岡崎くんなるみちゃんっていう5人の編成と3つでやってるけど、まあ、やっぱそれぞれのでまたちょっとなんていうのいろいろ全然違うし、まあ、勉強っていうとあれだけどいろいろちょっと感じ取れることとかいろいろあったんじゃないなんかソロ活動でずっとこれまでやってきたと比べたらねそうですね、うん、まずそのバンドが私、うん、初めてだったのでああそっかそっかうんそうそうそうずっとソロでやってて最初そのワンマンライブやるまでは、うん、バンドになれるのにめっちゃ必死だった、うんうんうん、そうですね最近はちょっと慣れてきて、うん、あれやりたいなこれやりたいなっていうのもちょっとなってきたなるほど、うん、それはもう音楽的にそれとも展開こういう例えばライブをやりたいなとかこういうまあ、うん、どっちもあるかもそのライブで曲作るときに、うん、ライブでこんな感じだったらバンド編成かっこいいなっていうのも、うん、なんかなんとなくなるほどっていうのもあったし、うん、あと私あんま弾かないじゃないですかバンド編成のとき弾き語りに比べてだから、うん、なんかこういう感じのライブやりたいなって他の人のライブ映像とか見て、うん、なんか勉強もできるようになった、うん、おおなるほどなるほど、うん、いや面白いなんかまあ結構展開もねここを振り返ってもいろんなライブやったりとかまあ地方でのライブがあったりとか、うん、まあいろんなまあ動き続けたかなと思うんだけどこれからは展開としてはどういうのをやっていきたいですか大きなフェスに出たいです。なんかそこね。本当は決まってたんだよね、ソロで。あ、そう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 。ね、今池 Go Now。なんか、うん、結構ね、メジャーっぽい、うんうん、とか出る、うん、フェスが決まってたんですけど、うんね、こんな感じでなくなってしまって、うん。なるほど。まあ、ちょっとね、そこはフェスの主催者も、とても悲しい思いしてると思うし。ね、モニターもシンクロニシティ。シンクロニシティ、そうそうそう。昨日実はシンクロニシティの麻生さんと対談して、この番組で、うん、いろいろ
お話伺って、大変だったんじゃないですかって言って、やっぱ相当な、まあまあ被害額というか、まあだいぶ負債も抱えて、まあ、大変みたいだけど、でも必ずまたやりたいとは言ってたし、まあ本当に、ね、自分も同じようにネポとかヒソミネとかめっちゃ影響受けてるけど、不屈の魂でね、ちょっとここは乗り切りたいと思うんで、ちょっと大谷なバンドも、ね、ライブとかもキャンセルになって止まるけど、またちょっとコロナ明けに頑張っていきましょう。ね、頑張りましょう。うん。OK。じゃあ、とりあえず今1曲目、フィエラ聴いていただいて、次じゃあちょっと2曲目、3曲目を連続して聴いていきたいと思うんですけど、はい、じゃあ2曲目は何でしょう？ 2 曲目は、はい、メランコリー。メランコリー。ライブでよくやってる曲ですね。それからもう1曲が、マジックアワー。マジックアワー。これも、まあ、リード曲で MV にもなってる曲ですね。うん。はい、じゃあ2曲続いて聴いていただきましょう。では、お願いします。